イスさん、ゴルバチョフさんは多分そうなんでしょうねもうこの国はおかしいと思ったんでしょうねそれで一大決心をして自らの立場はなくなるかもしれないけれどもでも人民を解放することを選んだんでしょうあの国に生まれ育ってあの地位を得たのにそれを決断できるっていうのはほんとすさまじいリーダーシップだなと思いますあれから歴史の闇に消えてこの前お亡くなりになったみたいですけども ゴルバチョフ書記長のおかげ、ゴルビーのおかげで、多分、冷戦が核戦争という出口じゃなくて、まあ、アメリカ一強にはなったような感じですけども、でも、結果的に新しい時代に移り変わることができたんではなかろうかと思いますよね。で、今日はですね、大統領仲間で、私の時代はロナルド・レーガンなんですよね。レーガン大統領なんですよ。レーガン大統領はね、こんなことを言ってたんですよ。平和とは 紛争がなくななくることのことのではないとどんな紛争が起きたってそれを解決できる能力のことなんだって言ってるんですよでこれねビジネスとか人間関係においていい状態ってのはトラブルがない状態のことじゃないというふうに言い換えることもできるんじゃないかなと思うんですよどんなトラブルにも対処できる自分ができた時にそれはいい仕事ができたっていうふうに言えるんじゃないかなと思うんですよね仕事って結局問題解決の連続ですからね 問題解決をしななないい仕事ってのはないわけなんですよノルマがいってないからノルマが達成するこれも問題解決売上が少ないから売上を積み増していくこれも問題解決お客さんが来ないから集客をしていくこれも問題解決さまざまな場面で問題解決を誰かがするから物事が進むわけですよねでも会社にいれば給料になるなんとかやり過ごせば時間が過ぎるわっていう人がこの大事なことをね せき止めてるんんじゃなないかなと思うんですよそして会社員はそれができちゃうところが悲しいところですよね。会社を辞めて中年や中高年で仕事がないっていう人は冷たいようだけども求められた仕事をしてこなかった。ただ会社の中にいて与えられた作業をこなしてきた。もしくは通り過ごしてきただけなんじゃないかなというふうに反省することによって見えていくんじゃないかなと思うんですよ。自分は何も悪いことしなかった。大卒で上場企業に入った。 なのに転職先がないなんて世の中不況だ違うんですよ。再就職できない人がたくさんいることを不況って言うんですよね。だって売り上げを上げてくれる人だったら年齢にかかわらず採用すると思うんですよ。集客が得意なんだったら年齢にかかわらず採用すると思いますし、うん、人材育成が得意だったり、組織構築が上手だったら、それはね、リストラにも合わないと思うんですよ。 今いろんな会社が人員ではなく人材を欲しがってますでも人員はいれども人材がいないから就職先が決まらない人がいるとも考えられるんじゃないでしょうかちょっと冷たい言い方ですけどねそういうふうに辛いけれども真実を見直すことによって開ける突破口はあるんじゃないかなと思いますその暗闇ね現状の日ッもサッもいかない暗闇に一筋の光が差すそれを希望と呼ぶんじゃないかなと思いますけどね